スズキブリストローム650ですね。よいしょ。おこういう感じ。メーター周りが割とごちゃごちゃしてる。吹き上がりが軽いな。650、この辺はちょっとごちゃごちゃしてる感じかな。足つきはまあちょっとかかとが浮くぐらいですかね。いやー天気良くなってきたな。はい、行ってみましょう。おお、なるほど。あー、こういうのあるよね。いい感じですよ。うん。あー、なるほどね。Vストローム250には乗ったことあるんですけど、全然余裕のパワーとトルクフルですね。それでいてハンドリングも割とニュートラルな感じって言ったらいいんでしょうかね。とっても扱いやすい。常用域のね、回転数とかもなんか非常にマイルドで、出力特性がちょっとよくわからないですけどね。これキャンプ道具積んでツーリングとか行ったら最高でしょう。ポジションは比較的ゆったりとしたアドベンチャーなポジショニングって言ったらいいんですかね。うん。ブレーキもしっかりと、立ち上がりだけでもしっかりついてる。ブレーキもいいですよ、タッチが。うん。まあシートもね、非常にこう腰の入りがいいポジションの、こういう風な段な形になっているので、お尻がピタッと収まってね、疲れにくい感じです。うん、このねコーナー、今日乗ってるバイクは全てそうだけど、取り回しがすごくニュートラルで軽いですね。ヒラヒラしたっていう意味ではなくて、操作しやすい感じって言ったらいいんでしょうか。好きな味付けですよ、割と。充電設備もここにちゃんとねメンテナンスできるようにあるので、いい感じです。うん、 Vストローム650、これまあ250と違って車検があるんでっていうのはアドバンテージなのかもしれないですけど、個人的にはかなり好印象ですね。ちょっとまた乗れるんだったら後で乗ってみたい感じ。いいバイクでした。ありがとうございます。